はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアタオカ企画第3弾、空族バルフレを使って悪逆非道の賞金稼ぎ、ソロフルオートで何時間かかるのか検証していきたいと思います。今回も絶対に死なないバルフレアを作ってまいりました。装備の紹介やっていきましょう。まずバルフレアは表しか使わず、メインのダメージソースとしては宿命のポルトランとなってます。で、気をつけた点は火、氷、雷耐性をすべて 100% 以上にしたところ、そして回避率はもちろん 100% となってます。で、さらに付け加えると、人と、もともと獣キラーはパッシブが高いので簡単にカンストに届きました。で、二刀流にして戦うの怖い回数を上げるのと、あとはウーマロのスパトラをつけまして、カウンター発動させられるようにして少しでもダメージを稼いでいく。で、 LB ゲージは満タン1200回復するようになっているプラス、戦うの効果が全体と、あとは LB ゲージを400回復するので、今回かなり高頻度で、スーパー LB じゃなく通常のね LB が打てるようになってるんじゃないかと思ってます。装備は二刀流だからちょっとね足りないけど、ブグバ率 50% を頭で出してますと。で、アビリティはウィングハートをつけて、氷、雷、そして火属性耐性を高めています。で、タイバスの、エルマティルのトラマス使って、30% プラス LB ゲージの回復をつけてるというような形になってます。ビジョンカードは自身のこの物語の主人公さを、採用しております。今回ねかなり火力としては高いバルフレアとなっていますが、こんな感じで敵がね片方ジャンプして、その間にこういう風に LB が入っちゃうと、かなりね時間のロスというか非効率的になってしまうから、これをどれだけなくせるかによると思うんでね、もう運ゲーだよね。皆さんはね一体何時間かかるか予想しながら見ていただければと思います。じゃあ早速ね答えの方をご紹介していこうかなと思います。それがこちら。はい、ということで残り 1% となりました。現在の時刻は18時51分となってます。ということで5時間弱ほど経過して、バッカナモンが残り 1% となりました。かなりね攻撃力があるバルフレア、積んでのこれだからキラーもモリモリだしね、予想よりは早かったんじゃないかなと思います。ぶっちゃけ7、8時間ぐらいかかるかなと思ってた。やっぱりジャンプする差があるからさ、どうしても同時に倒せないっていうのもあるので、ちょっともうちょい時間かかるかなと思いましたが、バルフレアが高火力すぎると、通常攻撃で44万出せる、しかも二刀流にしてあるから2回発動で、カウンターも発動させるようにしてあるから、かなりね進みとしては早かったという検証結果になりました。こんなね5択を並べてる間に、多分おそらくラスト1回の、表の LB で終わるんじゃないかなと思います。ということで、ラストの、このジャンプが終わった後の表の LB でフィニッシュかなと思います。いやー楽しみだね。宿命のポルトラン、さあこれで終わるか。終わりました。ということで現在の時刻は18時53分となってます。かかった時間は5時間弱。いやー楽しい。いやこれね結構装備考えてる時間面白いんだよね。で、最大ダメージは1人で51億を叩き出した最速の空族バルフレア。ということで検証結果、ソロで、オートフルオートをすると5時間弱かかると、正確には2時10分からだから、40分足して、3時間4時間か、4時間40分で、倒すことができました。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。